はい、はい、おお、さあ始まりました。この道、クラーシーガイル対コーテサガット。はい、じゃあ皆さん盛り上がってみましょう。よろしくお願いします。さて、開幕前ジャンプということで、クラーシーさんね、いきなり飛ばしてた感ありますが、やっぱ実績なんでね、そういうなんかそのなんか道筋みたいなのをね、最初から作った感じしますよね。まあ、あと小高よく言ってますけど、この組み合わせガイル前よりは間違いないと思いますが、はい、言うてガイル先にリあのあれなんですよね、あのペース握りたいというか、うん、初段ヒット取るともうその有利がより有利になるんで、はいはいはい、そうするとこの10先相当有利だという考えなんで、前ジャンプ全然悪くないですね、うん、有利なんで、もちろんその後全然取り戻せますんで、実際あのもう小手くんのサガットはお、もうあと時間ないか、あ、しょうがないですね。ね、実際もう小手くんのサガットはもうガイル側が前ジャンプとかしないと、もう地上戦は来ない、もうそうですね、地上はかなりできているので、うん、もうあとは飛ばして落とすところまで来てます、うん、ので飛びを落として、お、飛びを落としてですね、自分のペースになれば全然いけるでしょうというところですが、10先ではきついですね、はい、やっぱり結構キャラ差はあるので10先なのは非常にきついので、まあ、正直な話、私よく受けましたねと言ったんですが、そこはまあ、ね、せっかくの機会なんで頑張ると。さあ、対空ジェノサイド、素晴らしい、よく見ていきました。このお互い球打ち最速行動の中で一回様子見するんじゃないですか、うん、様子見するとそれだけで読みが発生するんで、そこでどっちが取るか、そうですよね、うん、様子見、お互い様子見だった場合に、うん、すごく下がったか不利になっちゃうんで、うん、そこなんですよね、きついのはね、うん、あ、これ最大かな、お、しゃがみ中パンチからやりましたね、ちゃんとキャラ限定の、うんうん、こうなっちゃうときついか。さあ、まずは倉橋さんが、うん、さあ、倉橋さんもちょこちょこ無駄な2位とかで若干判断ミスというふうなところは見えますので、うん、強気な行動を取ったものの、小手くんのね2ラウンドが良かったので、うん、まだちょっと緊張が取れてないかなという感じがします。ただ内容すごい悪くないですよね。悪くないですが、そうですね、お互い悪くないですが、うん、細かいところだとそんな感じなので、まだちょっと硬いかなという気がします、うんうん、まあ、結構ジャンプ中キック対応してきますね。うん、いや、もう飛んでいいですよ、うんうん、全然飛んでいいです。落とされても落とされても、うん、3回落とされても1回飛んであと勝てるんでガイルはまあ言って意味はよくわかりますね、はい、うん、さあ、これちょっとリードしてここが重要ですね。さあ、端端で打ちまくってるときはサガット有利ですが、うん、様子見でこの嫁が負けちゃうとどうしてもね、さあ、相当強気、相当強気に飛びを繰り返して倉橋さんが2連勝。これはちょっと小手くんは予想がやったかもしれないですよね、うんうん、問題はここからですよね。飛びがかなり通ってるんで、それでちょっと様子見良くなるとって感じあるんで、そうですね。さあ、開幕後ろスワットは実はかなり安全ですねかなり飛ぶ、お、歩いて投げる、すごいな。さあ、実はソニック投げ下がったはですね、うん、投げられ判定が狭い関係で実は相当難しいんですがさあ、今のリバーサーバーよくやってきましたね、あれ見てます、あの甘えは絶対に通さないとガルガは相当楽になります、うん、さあ、むしろ飛びまくった倉橋さんのおかげで様子見が多くなっちゃって、逆にそれでっていうのはありますね、うん、なんとかして飛びをアパカで落とすというところに持っていきたい、うん、まあ、このお、なるほど、後ろ下がり下がタイガーをバレてきましたからね、バレ、うん、しょうがないか、うん、あれ前ジャンプね、着地許しちゃうとね、すぐ中距離じゃないですか、うん、あれ地獄ですね、あれ本当はね、落としたいんですけどね。さあ、ちょっとお互い気まずい時にサガット側がちょっと下がって下体がよくやるんですよね、うんうん、これはあの非常にソニックが打ちづらい場面なので、うん、そこは非常にこう、下がってタイガやりやすいんですが、さあ、そこに
サマーというのはね、非常にこの後も嫌なポイントを仕掛けてきました。本当にあのニーバズーカの状況ではあれが一番いいですよね。そうなんですよね、うん、おー歩いてた。こうなるともガイルは追い込んだらもう、そうですね、クライスさんはやっぱり攻めの姿勢を崩さないですね、うん、リードしてても飛んでくるので。さあ、ここが来て投げちゃう。さあ、アパカで飛ぶ、投げて、あー、いけるか、うん、さあ、あそこの下タイガーのイリッパは見てからはほぼ半分つかないですが、うん、今はもう読みでイリッパしましたね、うん、さあ、タイガーを打ちまくるが、この体力差、全然ガエルが2ミスぐらいでまずいので、ガエルとしては勝負を決めに行きたいが、タイガーミス、これは痛い。さあ、クライスさん、ここは無理しない。アパカー当てる。おー、さあ、まあ、今いいですね、タイガー2位をああいう場面で一気に行くと逆にバレちゃうんですけど、うん、逆にちょっと遠いところでね、着地したところが、アパが当てやすいことだったと。コテ君はもともとあれ結構苦手だったんですよ、やるのが。でも最近はかなりいい精度ですよね、はいはいはい、やるときにやるっていうのが。そうですね、もともとかなり爆打打たないタイプだったので、さすがにこの組み合わせやらんとどうしようもないぞというところはあります。結構自分もね、ガイル使って対戦してきたんですけど、わりかしその自分が想定してたよりもクラスさんやってきます、うん、はい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 、はい、いろいろもう冷やしをもう、うん、おお、まあほとんどもう前ジャンプですね、うん、裏剣を当てなくてもいいから前ジャンプみたいなところあります、うん、このリードでも飛ぶ、このリードで飛ぶというのが非常に全体的に嫌なイメージですね、うん、このリードならもう50秒ガードしてトニック打ってれば勝てても、それで勝てるという気持ちあれですけど、この試合の中でこの玉打ちの中で用意どんの読み合いみたいなのがあって、うん、もうなんか五分五分の状況でガイルが前飛びするっていうのが今かなり機能してて、かなりやってますね、うん、もう体力あまり関係ないという感じなので、うん、対空チワシこれは確定です。さあ、厳しくなってまいりました。さあ、開幕釈迦台、うん、さあ、あのショーの車体がね、垂直すると、それがですね、もうこれがまずガエルがよく落とした、うん、前をフェイントからの前歩き、惜しい。さあ、歩いて台足、うん、上タイガー、これはいいところに刺さった、前そばとのネギは今ね、倉橋さんの想定外の垂直だったんですよね、うん、うん、そうですね、あそこで避けるかっていうの分かんなかったけど、さあ、前ソバットに押し置きはできなかったが、さあここからも全然サガット側が負けれるのがこのクエストのきついところ、うん、うまい。さあ、ここは我慢した、今のはよくて、さあこれ でガエル側もね、その勝ってたリズムで飛んだのが落とされると、しばらくそのリズムがね、うん、あのそのままいったことあるんですよね、うん、なので一回落とせれば全然サガット側もそのまま連勝するパターンはありますが、難しいところ、前ジャンプして何もしない。さあ、ずらしていった。さあ、今のはサマーミスかな、うん、こうなると、お、止まるか。さあ、無理、これはどうだ、残り体力的に非常にきついが、しょうがないか、あれは間に合わない。さあ、タイガー対策は最低限のことをやって、あとは自分のペースにむしろ持ち込めば非常に楽にできるという感じですね、うん、実はタイガー対策細かく言えばいっぱいあるんですけど、全部やろうとするともうミスって死んじゃうってパターンがかなりガイルが多いので、これは
倉井さん作戦もよく出てきたって感じですね、やっぱりね、本当にそのここで球を打つっていうところで、うん、そのドンピシャで飛ばれてるからそれは結構ね、しょうがない面があるんですよね、うん、まあ、遠くで球で圧をかけた上でちょっと前飛びをちゃんと球を打たずにそこであの一瞬待ってアップ上がったとか、そこはかなりできてるんですけど、今のところその急に来るじゃんけんみたいなのがあるんですけど、そこですね。あ、この間合いがね、そう、うわ、よく飛んでくるなこれ。おお、さあこのランドも非常にきつくなってきた。フェイントしたタイガーでソバット押さえるとかね、かなりできることはできているんですが、さあ残り時間どうだ、硬い、またあの中足のアパから、ね、負ける場合もあるんですよね、センターすぎるとね、なので非常にサガット側としてはきついところ。倉橋さん側はまあ先に体力リードして、あとは 7-3 ぐらいの状況で下がっていって自利品で終わらせるみたいなですね。だからそのこのなんだろう、減らしていく姿勢っていうのはかなり前のめりな感じが、うん、そう。さあしかしようやくリードしたタイミングが、ここでいつ飛んでくるかって話。おうおう、さあここもフェイントが機能してるぞ。さあどうだ、逆にこれはサガットが待つパターンですね。フェイント多めにして打ち負けだからいいやという感じですが、ここも我慢していきました。やっぱね、体力状況が重要なんですけどね、やっぱガイルのソニックのね、先に出るってのがやっぱ結構ね、効きますね、うん、先に出るし、その先に出るソニックに打ち返しそうとすると、その打ち返しに前飛びが来ると。さあ投げ返す、うん、実は下段からのコンボが薄いと思われがちですが、さああと今は前歩きすればダメージ取れましたが、相模ショーパンチ久しぶりの車体が対策ですね。ああ行くか、ずっと下がると思ったら前に来ると。さあ6対0という感じですか。まあまずは1勝してなんとかこう小手君としてはまあ一回リズム作りたいですね。やっぱりこういう時のね1勝がね、さあ今度は通勤打ちました。さあバックジャンプを混ぜてるということはまだ待つはいるんですが、タスタギク、さあこれは落とした、垂直落としていく、狙ってましたね。あの垂直がね打たせ放題だとやっぱりいけないんで、さあ今度はどうだ、しかし飛びが間に合っている、しゃがみチョキで暴れる、あれは間に合わる、アパカで返していく。いやでもやっぱあっち行けタイガーへの倉橋さんへのこの張りが半端ないですよね。本当にもう打たせて飛ぶっていうか、でもこれは結構いいんじゃないですか。ソバットの出際に来ました、うん、これは逆にフェイントをかけないタイガーでうまくいったが、どうだ前歩きして垂直、これは距離を詰める手段としては非常に優秀。マイジャンプする。さあソニックソニックと、お行くと思わせて引く、引くと思わせて行くっていうのがね、いや非常にバランスいいですね、うんうん、基本下がるといいんですけど、うん、たまに前に出ればもうそれがすごい有利になるということでね、うん、分かってますよね。さあここはいいとこだか、オーケー。さあここは冷静にガード、立ち台パンチは悪くないですね、相打ちになりますが、巻いたいか裏、おさあどうだ、前ジャンプ、なるほどな、前のめりを忘れていかない、うん、なるほど。
さあ今のはリードしてる側ならではでしたね。あれ打ちたくなりますわな最後な。さあタッチダイパンチで相打ち、これは下がった私は悪くないですね。さあどうだ、端端はやっぱりサガットの砲台が、そうですね、生きるんですが、おお、でもガイル側としてはバックジャンプした時に実は大大会だとちょっとその後ガイル不利なんですよ。なんでバックジャンプしてる時に中だか大だかを絶対見てその後行動決めなきゃいけません、うん、実はあれやってるバックジャンプ自体が読みなのにそういうことをしないといけないので、そうなんですよ、実はバックジャンプ結構危険なんですけど、だからそれはもう相手と読み合いだと思って頑張ってほしくないですよね。あとはまあ見てからショーを垂直とか、そうですそうです、まあそれが一番安定ですけど、まあただガードがやっぱ多いと削られちゃうんでどうしてもね、だから端端は結構ね下がったらいけるんですよ、ただ飛ばれちゃうとこうなっちゃうので、いけるはいけるがその後の展開が不利って感じですね、あー当たるんだな、あるな、タッチ大パンチは相手になっちゃいますね。ここまでフレキシブルに動かれるとね、結構サガット側なかなかな、腰取り合戦はきついかな、やっぱり。そう、ここ、うん、さあちょっとフェイントだけじゃなくてジャク今日のねだけの読み合いもちょっと勝っていきたいですね、ジャクタイマーを踏ませるとか、あのサマーよけにねジャックをさせるとかね、そういう風な読み合いもちょっと勝っていきたいというところだが、とりあえずこれはやらせました、ついに1本飛びましたね。さっき言ったようにあれちょっとバックジャンプは実はね結構危ないんですよね、なんですけどっていうところでまずはあそこの読み合いで制していくのがサガットが第一歩です。あそこでバックジャンプじゃなくてちょっと引きつけて垂直とかね、そうなってきますね、そこができるかどうか。さあコテ君やっと、さあ一勝取っていきました、今回も飛び落とせている、飛び落とせているんだぞ。やっぱり打ってないときに、ね、ちゃんと打たずに落とすっていうのがね、もうやり込みで対空はかなりねできてるので、対空ジェルサイド、これは非常にうまいですね、これは非常にうまい、おお。さあこれはどうだ、ジャックソンで、あなんですね、端でもジャックを垂直されると、その後サカトは若干不利です。対空中足はかなり精度高いですね、本当は球打ちこれもねすげえやり込んで、かなりガイルがきついまでやってるんですけどね、あとはその かなりきついことはできてます、きついことはできてるんですが、だから相手にとってきつい球を打つっていうのは結構止まるリスクもあるから、サードフル、そしてさあなるほど、先ほどのあれですね、タイガー、シャタイガーにサマーを狙っていたパターンですが、これは技が空振ったことにより釣られてしまいましたというところ、さあ今のは踏ませてもよかったんだが、まあ、難しいところですね、画面を押す方を選択しました、コマンダル、まあ、あと垂直、ここはしっかり待ち構えている、さあ倉橋さんが今8勝です、さあ倉橋さんが8勝、小手くんが1勝、さあ読み合い開幕までいろいろやってますが、割と読み合い開幕自体は読み合いの時代はねお互いゴーといった感じですね、ある程度もう用意してますよね。だからこれ倉橋さんがこの飛車タイガーで台とか打ってる時に前飛びの率が半端なく高いんですよね、なんかその勝だったら踏みそうなところだったりするんですけど、そこでなんか小手君が台打ってるから、さあ打たない時、ね、飛んだ時はねこの対空、基本はしっかりできてます、
もうこの基本がもうまずできないと下がった土俵に立てないんで、うん、彼はその点がね、おお、なるほど、すごいな、このちょっと待っての飛び木に対してっていうところですね、うん、アパカ後ろ歩きしたのでちょっと難しいアパカでしたが、よく出しました。あ、でも相当やりましたからね、うん、下がった立ってるとね、アパカどうしてもね、うん、ジャンプ攻撃があるしたので、うん、結構ジャンプ中キックね、かなり角度がやらしいから、ね、そうそう、角度的にね、ちょっとガードしちゃうってのあるんでね、うん、あれもガードしちゃったら地獄ですからね、そっからかね。さあ、この2段がやっぱり多少は食らわないといけないかなっていう。おー、さあ、出際に刺さる、出際に刺さるが、どうだ、なおな、お、さあ、リードはガイルといったところ、削りだけでやるのは難しいが、残り30カウントさばくのは相当難しいぞ、うん、お、入った、なのでさあ前には来るでしょう、うん、前そばっと、どうなる、どうだ、ここでも飛ぶ、飛ぶか、そこ、ここでも飛ぶか、うん、でもね、飛ぶ前になんかね、一瞬圧かけてるんですよね、あそこがうまいな、やっぱりかなり飛べポイント考えてますね、うん、多分さっきの前そばと飛びからもあったし、うん、今前そばとしばらく待って飛びだったんで、うん、飛べポイントはかなり考えてるというところですね、うん、さあ前そばと読みで立ち中キックでしたが、立ちたキック、うん、ちょうど着地の隙を与えましたね、あ、入る入る、あー、この前力でソバットを打っていく。さあ、クラッシュガイル9勝でリーチですね。さあ、開幕でソニックと立ち合いパンチ無理はしなかった。今ちょっとアパカが難しかったですね、うん、判断は難しいところ、まあ、あのダイパーもちゃんと角度合わせればね、相手に絶対なるんで、おー、さあ歩きながら飛んだ時は出てます、うん、おっと、今のサマーは、マジャップ、おー、あと、あー、今のタイミングしてしまった、これは痛い、あ、ソバット一発、おー、うーん、あー、ここでソバット打たない、あのスマット連発ここでやってきますからね、実は強いですよね、うん、実は強いけど、あれってあのタッチ受けキックとか割れますから、うん、さあスタブをいいところで待ってきた、タッチ受けキック垂直飛ばす、あーパカ歩いた、パカ歩いてうまいですね、うん、歩いたパカ非常にうまい、さあ前に飛ぶ、お、そうです、非常に投げるのは難しいんです、まだ、あいつは立ち台が刺さる、まだ分かんないぞ、おー、いい、おー、いいせん、さあ、どこに手出す、ナイジャンプ、ここは打っていく、さあ、体力がややガイルか、どうだ、垂直を入れていく、10対1でクラシガイル勝利です、おめでとうございます。いやー、まあ、星はねかなり差開きましたけど、内容はでもかなり熱かったんじゃないかと俺は思いますけどね、やっぱね、クラーさん用意してましたね、内容は良かったですね、うん、私的にはかなりこういう練習してきたんだなっていうのが見えてきたので、あの、さあ非常に内容良かったんですが、まあ、まずは、2人のインタビューしますかね、はい、よろしくお願いはい、じゃあまあ勝った方にですねインタビューして大丈夫ですか、
はい、じゃあ倉石さんお疲れ様でした、はい、勝利おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとどうですか感想は。いやこの対戦のためにね結構練習したからね、はい、もう相当練習したから、まあ、まあ勝てて嬉しいんだけど、はい、うん、まあこれからもね、まあガイルサガットってさ、はい、なんとガイルすげえ有利に見えるけど、はい、サガット超頑張ればいけるよねこれね。まあ有利ですけど行く場合は気持ちは分かりますけどね、はい、だからまあ今はそのサガット使いの人でそのガエルと勝負になれる人っていうのが、まあ、俺が知ってる限り川又くんぐらいしかいないから、はい、まあ、なるべくねやっぱそのメインで使ってる方には、まあ、一日も早く川又くんレベルに到達して、まあ、さらに追い越す感じでね頑張りたいですね、うん、サガット使いはね、ガエル戦頑張るところです。そうそうそう、はい、だまあその小手くんもあの何総裁の後ソニックとタイガーの総裁の後は結構ちゃんと攻略してるなっていうのあったから、はいはいはい、だからあとはまあ弾打ちとかねそういうのを全部詰めてって、うん、まあ、もっともう、ね、強くなって関東代表スープレーになってくれたらいいなと思うんで、そうですね、これからも頑張ってください、はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、皇帝君側が喋る気あればあれですが特になければ、うん、あ、わかりました。はい、じゃあ今回は、10先これにて終了ということで皆さんお疲れ様でした。さてじゃあ次回はもう決まってるんですか。はい、あ、草です。倉橋さん、小手君お疲れ様でした。まあ、毎度ちょっと告知だけさせてもらいますが次回は V3 の後ではないので皆さん先にご注意ください。 V3 の後じゃなくて毎週第2土曜に行われている MVC ランバトの後にやります。ちょっとこれは A4 君の都合ですね。まあ先に言っちゃいましたけど A4 君出ます。 A4 ブランカ対金子ガイルでやらさせていただきます。まあガイルが続きますね。なんかさあこれはちょっと本人いるんでちょっと意気込み聞きましょうか。はい、あ、こんばんは、 A4 です。ですね、今回あのまあちょっと倉橋さんの発案もあるんですけどそのまあ、金子さん、今一番というか本当に頑張っているガイル使いの方なんですけども、その要するに、まあ、自分と戦うことによってこうもう一歩上にこう行くっていうそのテーマを持ってその金子さんが自分に挑んでくるんですけど、まあ、自分もやっぱりガイル戦はねあの、まあ、ブランカ使っている限りは、まあ、ちょっと負けてらんないなっていうのがありますから、うん、まあ、目標 10-0 で頑張りますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。まあなんだかんだ言って年内最後の小物道終わりましてこんなに長く続くイベントになるとは全く思ってなかったので本当に次来年でしかね。もう来年になります。7月の、12日かな、第2土曜です。とにかくよろしくお願いしますといったところです。でちょっとまだちょっと喋りたいことがありますのですいません、しばらくお時間のほどお願いします。ちょっとルールに関してちょっと重要なお知らせです。あの小物道にちょっと皆様にいろんな人に出てもらいたいという意味も込めまして一度出たことある人をこれからちょっと制限していこうと思っています。ただ倉橋さんが今日の時点で2回出てますので2回までは今のところ許容するということでやっていきたいと思います。ただしすぐには出れるわけにはしないようにしたいので6ヶ月待ってください。小手くん今日から6ヶ月待てば出れます。出たいかな。またお願いします。とりあえず、まあ、例にとって小手くんは6ヶ月これからなので、6月以降の小物道でもしかしたらエントリーお待ちしております。よろしくお願いします。それと、キャラなんですがこちらもメイン1体のみとさせてください。ちょっとこのルールを決める前に倉橋さんからガイルのエントリーがありましたので倉橋さんだけ特例とさせてください。これは皆様ご了承ください。で倉橋さん今後ちょっとそうですね出る機会があるとしたら龍になりますのでその点もよろしくお願いします。ただ今言ったようにちょっと出場制限があります。当分ちょっとかなり今出たい人が、声かけていたりする状況なので2回出たいっていう人もちょっともしかしたら6ヶ月経ったけどすいませんって言うかもしれませんが
ちょっととにかくメイン1体のみの出場とさせてください。まあ、こちらは他の方のエントリー状況でルール変えていきますが、今のところこのルールでいきたいと思います。2回目出たい人は6ヶ月待ってもらうというこのシステムだけお願いします。それでですね、決まってるカードが今言った A4 金子なんですが、その後にも決まってます。2月までは決まってます。3月以降まだ募集がな、まあちょっと実は3月1人出たいという人を知っていますので、ちょっとそれに関してはこの後声かけます。この後それが決まるかもしれないので、まあそういったとこです。で、重要な話もう一つ、このルールに関してはあくまでもバーサスで行われる小物道だけで適用されるルールとなります。今ちょっと小物道の名前使って、浜松だったりシャトルだったりでイベントありますけども、そちらの出場に関して制限するものでもないですし、シャトルとかでやってるイベントの出場者がこちらのイベントに出れないというわけでもないので、あくまでもこのバーサスの V3 というところだけのルールということだけでご了承ください。以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では、今日のイベントはここまでとさせていただきました、させていただきますので、皆さん参加ありがとうございました。遊んでってください。お疲れ様でした。配信もストップします。